すぎたらどうもそうじゃないそうですということで、今回はですね、ハマスカ放送部のイベントに参戦する乃木オタの一日撮っていきたいなというふうに思います。今日11月29日なんですけれども、11月29日はハマスカ放送部のイベント、ハマスカ生放送部の日と当日ということでですね、ありがたいことに僕チケットを当選させていただきましたので参戦していきたいなというふうに思います。で、まあ今日ハマスカ放送部のイベントは2部制となっていて、昼と夜 A 面 B 面であるんですけれども、僕は A 面の方のチケットだけ、ありますので、 A 面の会場時間が確か14時だったと思いますので、まあそれにね行きたいと思うんですけれども、今日はその前にですね、そのイベントの前ちょっと早めにね、今から家を出まして、ハンジ1枚目シングルここにはないものの MV の聖地巡礼行ってきたいなというふうに思います。まあこちらはね、後日別動画で聖地巡礼の動画上がりますので、そちらをねチェックしていただけたらと思うんですけれども、まずは聖地巡礼、同じね東京ですので、まずは聖地巡礼行ってきてからのお話か放送部のイベントを参加していきたいなと、もう本当に幸せすぎる一日なんですけれども、行ってきたいなというふうに思います。行ってきます。はい、ということでね、今聖地巡礼してきて終わったということで、これからねいよいよハマスカ放送部のイベントの会場である EX シアター六本木に行きたいと思います。いや、マジでめちゃくちゃ楽しみですね。普段ハマスカ放送部見てる映像が生で見れるって感じなんで、めちゃくちゃ楽しみだと思います。ということで向かっていきたいと思います。収録時間が長いのはよして。はい、ということでですね、ハマスカ放送部のイベント、ハマスカ生放送部から帰ってきました。やい、いやー、ちょっと最高すぎましたね。ちょっといろいろね感想を話していきたいなというふうに思うんですけれども、まずその会場行って、その会場の中入った時にもうそのいつものハマスカ放送部のセットになっていて、めちゃくちゃそれでまず感動しましたね。うわ、いつも、ね、映像で画面でさ見てるあの風景というか、あのセットがもうまんまねだったんで、その配信見た人とかもね、実際いた人とかも分かると思うんですけれども、まずそれでその会場の中に入った瞬間感動しましたし、その今回 EX シアター六本木っていうね会場で、そのキャパが900人ぐらいなんですかね、900人ぐらいだったので、まあ、こういうキャパの中でそのアスカちゃんを見れるっていうことって本当にめったにないことですし、その今回の僕の席がもうめちゃくちゃ真ん中だったんですよ。だって横をめっちゃ真ん中だったんですよね。前からめちゃくちゃ真ん中でしたし、僕今回 A 席だったので真ん中でしたし、で横から もうちょうど真ん中だったんですよ。もうど真ん中、もうど真ん中っていう席ではあったんですけれども、そのど真ん中でももう本当にめちゃくちゃ近い、もう当たり前に肉眼でそのアスカちゃんであったりだとか浜さんをね見ることができて本当に嬉しかったなっていう、まあ、その今後というか、こんなに近くでアスカちゃんを生で見れることなんてもしかしたらもうない可能性ももちろんねあるのかなというふうに思いますんで、まあ、そういった面でもめちゃくちゃ嬉しかったですし、今回僕チケット当たったのが A 面だけだったんですけれども、まあ、その内容 A 面のね内容で言うと、まずゲストでその梅ちゃんと岡本図の皆さんが来てくれて、梅ちゃんはねこのハマスカ放送部2回とかかな出てたと思いますので、その梅ちゃんもめちゃめちゃね良かったんですけれども、でその内容としてはまずハマスカ裁判みたいな感じで、今までの過去の放送でそのアスカちゃん悪いんじゃないかみたいな、なんか職務放棄罪みたいなやつであったりだとか、その浜さんとアスカちゃんどっちが悪いのかみたいな、ちょっと裁判、これはねその会場に来てる人であったりだとか、その配信を見てる人も参加できるような、 どっちが白かみたいな、白か黒かどっちがこう有罪なのか、どっちが悪いのかっていうのを、そう視聴者の投票、視聴者の皆さんの投票でできるこう視聴者の参加型企画でもあったと思うんですけれども、これなんかめちゃくちゃ面白い。まずその、ね、映像が面白かったですし、裁判の映像が面白かったですし、まあ、その中でいろいろ
ね、浜さんとあずかちゃんと梅ちゃんとこうトーク、言い合うみたいな、お互いの意見を主張するみたいな裁判みたいな感じになっていたのがめちゃくちゃまず面白かったですし、その次が MC の絆、浜さんとあずかちゃんのその MC の絆を試すみたいな感じのやつで、あのポーズ、同じポーズができるかっていうゲームであったりだとか、 あとはあの浜岡本クイズみたいな、でここではね、あの岡本の皆さんがこうこの回でこのMC の絆のところで登場して、岡本ズ VS、ハマスカの2人っていうね感じで対決してみたいな、これもねめちゃくちゃ面白かったですし、で最後スペシャルアクトみたいな感じで岡本ズとアスカちゃんのスペシャルライブ、これがねめちゃくちゃ良くて、まあもちろん僕は正直やっぱり岡本ズさんのことはね全然知らないですし、そのハマスカ放送部見てるだけなのでそれ以外はもうほとんど知らないですし、あの、まあ、岡本とのそのハマさん以外のメンバーっていうのも初めてぐらい、ほぼ初めて見たし、まあ、曲っていうのもね、まあ、ほとんど聞いたことがない中で、まあ、1曲 Keep on Running っていう曲をあすかちゃんのドラムで入ってこう披露してくれたんですけれども、それがちょっと最高すぎて、まあ、普段僕やっぱり乃木坂のライブしか行かない、他のアーティストのライブ行かないので、そのバンドっていうね、岡本ズっていうそのバンドの迫力と言いますかめちゃくちゃすごくて、なんか本当にこう岡本ズさんを好きになったこうイベントでも個人的にあったので、キープオンランニングめちゃめちゃ良かったですし、あとはなんといってもやっぱりアスカちゃんのドラムですよね。こんな近くでアスカちゃんのドラム見ちゃっていいんですかっていう、これも本当貴重な機会だったなと思うので、もう最高すぎましたね。アスカちゃんのドラム姿もう肉眼でこんな生で見ちゃっていいんですかっていうもうマジで僕にとって幸せすぎるイベントだったなというふうに思いました。いつもそのハマスカ放送部を画面で見てる、テレビでの前で見てるいつもの雰囲気、そのね、ハマさんとアスカちゃんのちょっと緩い感じであったりだとか、もちろんセットも最初に言ったようにそうですし、そのいつも通りのをこうね、テレビ画面越しじゃなくて生で見れたっていう、それが何よりそれ一番見たかったものでもあったので、それが見れたのが何より嬉しかったですし、あとはこうイベントならではの、そのライブみたいなちょっとこうイベントならではの特別感っていうのもあって、その両方あったのがもうめちゃくちゃ本当に最高すぎるイベントだったなと思っていて、よかったなと思いましたし、これからもこのハマスカ放送部何年も何年も続いていってほしいなと思いますし、ぜひこのリアルイベントファンミーティング第2弾もう絶対やってほしいなって思いましたね。あとあのテーマソングもね、完全版もタミオでね、よかったですね。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっていますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。